あっていうコメントにも、ハートしてるケンツメシは配信者の鏡。あのね、この YouTube のコメントのハート機能、これ全部機械でつけてくるとかじゃなくて、これ手押しなんですよ。全部多分手押ししかできなくて、俺コメント全部ね、できるだけ手押ししてると思うんですよ。動画出した次の日の朝とか昼とか夜とかに、まあ、その動画の反応とか見たりして、あ、この動画良かったなとか、あ、この動画こう思ってるんだみたいな感じで見てるんですよね。なんでも、皆さん気軽にコメントぜひしてください。本当に全部見てて、ハートをしたり、まあ、コメント返信してるものにはしてるので、ぜひ皆さんね、自由にコメントしてみてください。へいよー、ケンツムシ。実際今日ね、クラやってくるんですけど、今日はですね、前シーズンの、世界一位が使ったデッキを使っていくんですけども、そのデッキがですね、なんとこれです。神器なんですよね。しかも、ちょっと前の形のやつ。まあ、皆さんが思う、まあ、神器って感じかな。あ、ラムライダーどこよ。ラムライダーいなかったわ。うん。普通にアイゴレンとこがラムライダーですね。いや、すごくないですか？これ本当にすごくて、この話題だけであと2時間は話せるんですけど、この神器でやっていくと。で、前シーズン、やっぱりそのエリババだったり、まあ、マザーネクロが強かったりだとかして、まあ、ゴブリンドリーは出てなかったんですけども、まあ、今もね、まだ環境いろいろ、まあ、そんな変わってない中、まあ、ゴーレムとかに勝ったのかな。うん。そんな中で、このデッキをね、使っていこうと思います。ちょっとね、俺が紹介してる高回転ゴブリンドリル。これか。これ引いたら多分、ゲロ発狂するんで、そうならないようにしたいんですけども、ちょっとやっていきましょうか。で、結構ね、なんか、神器を本気で使ってほしいみたいなコメントも、それこそ来てたりしたので、まあ、ちょうどいいなと思って、いやすごいな、このベロっていう海外の人が、この神器、もう、レベル違うほど上手いんですけど、ずっと使ってるんですよね。その神器を。すごくないですか？マジで。マジで、みたいな。よう、勝てるな、みたいな。本当にすごいんですよ。新鋭対ロイホグ。ザッピーとかゴボリとか入ってる。あのデッキにも、この神器で勝ってるんですよ。いや、マジで人間やめてんだと思って、そう、さすがやなと思いますね。さあ、ということで、2.6 ホグを引いてしまったんですけど、まあ、相性で言うと最悪なんだけど、頑張って勝っていきたいですね。まず、大事なのは多分絶対に序盤の耐えなんですよね。で、この神器デッキが、まあ、その強くなったきっかけというか、タイミングで、3倍タイムが実装されてから割と強いと思うんですよね。1体目のランバーを使って2体目のランバー、入ったりだとか、まあ、そんな感じで、そこがね、結構強いと思うので、3倍タイムまで守ってから行きたい。で、基本的にホグにはラムライダー合わせるんだけど、上手かったら多分アイコラとかと、合わせてくんのかな。まあ、アイスピのダメージも受けたくないんで、ちょっと受けていくと。ただね、これするとね、U の出すだけね、アドになるんですよね。さて、インドラ出してあげて、大砲使ったんで、ここ割とチャンスではある。大砲使ったんで、とりあえずランバー出してあげてから。ここでもな、回してくる上に、回してくる上にですよ。あんまり多分刺さんないんで。ロリババ出してあげてから、こうマジアチャで射抜いてあげる。これいいフェイクですね。いいでしょ。こうかな。で、一応こうですね。あー、悲しい。悲しい。まあ、しゃあない。今のね、ラム間に合ったら最高だったんですけど、まあ、しゃあないですね。いいでしょ。なんとか勝っていきたいよ。ファイボ打ってあげて。アイゴレが来る。ほん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 。なるほどね。まあ、マジアチャはこんな感じで出せるときに出して、なんとか活躍させたい。オッケー。で、ホグ回ってきたら、しっかりと、これで守りたいんですけど、ファイボ来たら、あれ打ちます。ヒースピ。こうでしょう。で、ヒースピ出しといて。回復。で、逆左右の出して、できるだけ大砲破壊したい。いや、つらいなー。とりあえず3倍タイムまでマジでガンゴ盛りしたいですね。これ多分インドラ出すと、ファイオンまでついてくるんで、こんな感じで。なんとかダメージ。抑えたい。
行くしかねえな。よいしょ。相手のね、ミスももちろん狙っていきたいんで。いやー、きつい。マモケン、マジで。本当にガデン。本当にガデン。いや、これ、ゲロキツいな。まあ、相手ももちろん上手いのあるんですけど。あー、ウッド5で終わりか。ちょっといきなりね、2力引いちゃって。まあ、こんな感じでですね、そのまあ、多分2力が一番きついと思うんだよね。俺の経験上。そう。ただ、その2力にも、ワンチャン勝てるんですよね、ヴィアロって人は。くっそ、これ、どう頑張ってもきちいな、マジで。受け方がまだ甘いんかな。まあ、しゃあないですね。2力はちょっと切り替えていきましょう。2力に、多分、人気で、100語るって人がいたら、ヴェロより上手いっすね。まあ、さすがにヴェロも、勝率 100% ではないんで。そうだ、ああいうてね、2力とか、引いちゃうと、まあ、勝てないし、この人気っていうデッキもね、まあ、三重種とまた、違うんですけども、その、結構巻き込み事故食らいやすくて。なんか、ロイジェのメタで、陸ゴリゴリにしたら、とか、あと、エレジャイが謎に流行った時に、ついでにしばかれるみたいな、そうなんだよね。あと、防衛施設、ボムタワーとか、テスラとかが流行った時とかに、エレジャイメタとかで作ったデッキに対して、この人気も実際そこに弱いみたいな。そんな感じで、巻き込まれることが多いんですね。環境に。そう。なので、なんかあんまりいい環境ではないかなと思ったんですけど、まあ、強い人は強いっていう。よくあるやつですね。やっぱね、人気かっけ、取るね。ヤヌアメ取るねって何ですか。ベビドラ。なんだこれ。ベビドラ取るね。ヤヌアメ、レイジ。多分、あれですね。スパーキー。多分だけど、スパーキーですね。とりあえず、ダッシュいってあげて。そう、これがね、ヒースピの範囲がインドラに当たんないんで。さて、マジアチャがちょっと強いと思うんで、まあそれを生かしていきたい。スパーキーだと思うんだよね。ゴレかワンチャン、ワンチャンゴレ説あるな。スパーキーだったらもう出したいと思うんだよね。ゴレっぽいな。ゴレだったら受けから入っていこう。ワンチャンでライドレールかもしれない。あー、なるほど。多分ダクプリが出てくる。あ、ヒーラー、エリゴレ。でもライトラ出てきてないな。ユーノから合わせていきましょう。なんか相手的にはちょっと苦しそうだけどね。エレジャイ、あー、なんかエレジャイっぽいなこれ。でもエレジャイだったらもう出してくるか。エリゴレでした。さて、ここはちょっと頑張ってきたよ。ライトライトラ正直辛いけど、イグかファイボーうまく使ってやな。よいしょ。オッケー。エリゴレ回収。よし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 。よし。インドラの位置よし。よいしょ。マジアチャ出してファイボ。マジアチャを、あー、ダックフリか。間に合う、間に合わない。オッケー。こうかな。でファイボまで行けばライドラ出てきた時にここにファイアボール打つと、ある程度飛ぶラムがドーン入ってジジ。オッケー、これ気持ちいいね。めちゃめちゃいい立ち回りできた。しっかりライドラにファイブ打って、前ほどその、エリゴレが、バトルヒーガーか、が強くないんで、まあ、そこに対してしっかりと効果力を与えて、1枚目のエリゴレからいかに早くエリクサを回収し、2つ目につなげていくみたいな感じですね。よしよしよし。なんとか。なんとか、やっぱ、ちょっと使ってただけあって、はい。それなりには使えますね。ボンバ。ボンバね、実は、言うのでワンパンできるようになったんで、こんな感じで甘い位置に来たボンバーに対してこうやってやると、いい感じになりますね。ただ、それはしゃあね。エリゴレじゃねえ、エレジャイか、ゴレですね。エレジャイ、なんか麦とかもよく人技使うんすけど、だからその、プレイ見ることがあるんですけど、ね、エレジャイ、ガチきつそう、普通に。
とりあえず延命して来たよ。これが本当にさ良くないわけよ。とりあえずヒースピ出してあげて回復で、イントラもリセットされるものの、まあ、ちょっとダメージ入れるから、まあ、これでなんとか一回守ってで、このインドラが割と強いから。オッケーオッケーオッケー。なんとか。守れるものの、難しいな。インドここ、マジアチャここら辺。で、トルネを使わせた後にランバー、ヒースピンみたい。結構攻めてきますね。インドラは、こっちから出すと回収されるだけなんで、こうかな。ここラムダッシュ行きましょう。ライトニング使ったでしょ。で、多分、あれ出てくる。ゴブ折り出てくる。ゴブ折り出てくるから。ヒースピどこ行く？アラマ。アラマ。居抜きもしない。U の出しても LJ 受けとかされてワンチャン持ってかれる。じゃあでも、高めに出すしかなくて。いけちゃうけ。ボンバーはロリババで処理。こうかな。で、こう。で、こう。ライティング来ないで。なんとか。いや、豚が邪魔。耐えろ。耐えれば全然ある。うん。全然ある。残り618。エゲシャ来たら、言うても、よいしょ。くそ、無理か。惜しいけどな。いやー、GG ですね。まあ、マジアちゃんのワンチャンの居抜きを狙うぐらいだったかな、勝ち筋は。まあ、とのまま、エレジャイに結構苦しいです、はい。さあ、ということで、あの後ね、ちょっと2戦ほど行ったんですけど、まあ、ここら辺のデッキ引いて、めっちゃ惜しかったんだけど、まあ、勝ちきれんかったね。まあ、その、ペッカ工場も5型になってマジアちゃんに強くなったりとかなったりとか、まあ、このホグクエイクとかにもエリババ入ったりとかして、マジでついでに神器が縛られてます。ということで、以上の関係から、俺は多分、この神器を本格的に使ってトラゲはしないんですけども、まあ、たまに使ってっていう感じでは、答えていこうと思うので、ぜひ皆さん、神器を愛してね、やまない人は、ぜひ使ってみてください。まあ、俺使うなら、もうゴブドリの、あっちですね。ゴブドリエギババ、ムートマザネク。あっちの方がやっぱね、このデッキは平成なんですよ。あっちはね、令和なんですよね。やっぱ時代って大事だと思うので、ぜひ皆さんもやってみてください。では、おつめし、バイバイ、またねー。